静岡市は今日新たに新型コロナウイルスの感染者が確認されたと発表しました。県内で新型コロナの感染が確認されたのはこれで3人目です。静岡市によりますと、新型コロナウイルスの感染が確認されたのは静岡市内に住む60代の女性です。この女性は新型コロナの感染者が確認された先月下旬に出発したエジプトツアーでナイル川クルーズにも参加していた模様で、厚生労働省から情報提供を受けた静岡市が昨日から健康観察を始めていました。市は今日女性に PCR 検査を実施、結果は陽性でした。女性はすでに入院していて、静岡市は今後詳しい聞き取り調査を行い、女性の行動履歴や濃厚接触者がいるかどうかなどを確認していく方針です。